皆さん、こんにちは。森谷ドラムスクールの森谷亮太です。このネットラジオも、YouTube の更新も、随分久しぶりになってしまいましたね。すいません。もうほったらかしにしてしまってまして。そうなんですよ。コメントくれたりとか、楽しみにしてくれてる人たちが、いることはね、もうすごくよくわかってるんですけども、ほったらかしにしてしまってというね。なぜここまでちょっとほったらかしになってたかというと、締め切りに追われてたんですね。そう、新しい教則本ずーっと書いてまして、4月ぐらいかな、4月の終わりぐらいから、教則本を書き始めて、約3ヶ月ちょっとですかね。で、締め切りが8月の11日だったんですけど、それに向けて、ラストスパートということで、だいたいね、もう締め切りの10日前ぐらいから、もう精神的にやられてくるんですよ。そう、やばいやばいっていう感じになって、ちょっと YouTube とかをちょっと更新全部ストップして、で、そこを書き終えるまで、そこに、一点に向かってやってたということです。そうなんですよ。で、無事、今日が8月の、8月の12日の水曜日なんですけども、先週の金曜日にね、無事書き終えましてですね、もう解放感と、もう安堵が、たまらないっすよ、本当に。そうなんですよ。まだね、教則本の、制作段階としては、まだ前半戦終了ということで、教則本のね、流れとしては、一番最初に企画があるんですよね。本の企画があって、今回の本はどんな教則本にしようか、みたいな、企画があって、で、ある程度アイデアが出たら、目次を一回ちょっと書いてみて、本の全体像で、仮の原稿をちょっと書いてみて、どうですか、みたいな感じで、お渡しさせていただいて、それいいですね、みたいな感じになって、これで行こうってなったら、それで執筆スタートということなんですけど、今回はね、ここだけの話、実は曲を使った教則本になるんですよ。だからその曲選びとかを、したりとか、曲選考もずーっとしてたりとかして、で、その曲が決まったら、曲の長さを調整して、で、できたらその曲の譜面を書きまくって、で、曲が書けたら、いざ本編に、入っていくというような感じで、進めてました。で、曲選んで、曲の譜面が書けて、で、本文も書けたということですね。で、執筆がある程度スタートして、で、そこからの流れとしては、その僕が、iPad で手書きで書いた譜面を、上書というね、工程ですね。手書きで書いたやつを、パソコンで綺麗にしてくれる業者の方に、出してというね、ことで、で、今、上書してもらってる最中ということなんですよ。それをしながら、デザインのね、DTP というね、作業の方に、僕の原稿を渡して、で、デザインを今作ってもらってる最中というね。僕的には今、言ってしまえば作業待ちということですね。で、すべて上がってきたら、構成があります。チェックしたりとかして、上がってきた譜面とか、上書された譜面とか、その本文とかを、チェックして直して赤ペン入れて、っていう作業がありまして、で、来月に、レコーディングがね、本の、レコーディングとかが、入ってるんですけど、レコーディングして、撮影してっていうような段階で、まだまだね、やることがめちゃくちゃたくさんあるんですよ。めちゃくちゃたくさんあるんですけど、まずでもその大枠、本の大枠が完成しまして、執筆できて、で、無事その没にならずということで、よかったなということです。はい。でもね、今思い出したら、ちょっとツイッターでもちょっと軽くつぶやいたんですけど、フレーズレシピと、そのドラムスティックコントロールの本を作ってるときは、ものすごく過酷だったんですよ。特に、フレーズレシピのときは、初めての教則本っていうのも、あったし、ね、もう、めちゃくちゃ大変だった覚えがあるんですよ。そう、プレッシャーもそうだったし、もちろんね、素晴らしい仕事をさせていただいたんで、あれなんですけど、自分のね、もうキャパを超えすぎて、相当過酷だったんですよ。やっぱその執筆期間っていうのはね。で、スティックコントロールの方も、やはり、その、一回経験者とはいえ、やはりすごく過酷でした。口ドラムの時は、一ヶ月お酒をやめて、とにかくもう原稿にずっと向かってたような感じだったんですけど、でも今回のね、3作目の
教則本の時はずっと楽しかったんですよ。なんか書いてる時もなんかずっとワクワクしながらできたんですね。基本的にね、レッスンの時間もあんまり変わってないし、その仕事量も作業量も、なんならその執筆の作業量で言うと今回の本の方が多分多かったぐらいなんですよ。その曲もあるし、譜面も書くし、で練習の項目も書くので、だから今回の方が作業量は多かったはずなんですけど、めちゃめちゃ楽しかったんですよ、今回の教則本の執筆が。そうで、なんかそれってなんか自分の中でめちゃめちゃ成長を感じて、そう、去年はすごい辛かったと思ったんですけど、去年同じ仕事量なことが、なんか今年、まあ同じことをやって、大変だったことを楽しいと思えたことが、ものすごく成長を感じたんですね。まあ筋トレでもないですけど、なんかちょっと負荷をかけて、まあ過酷な状況にやったら、まあ、筋肉も大きくなっていくし、まあできることも増えていくんだなっていうことを、めちゃめちゃ感じました。だから、すごくね、こう成長させていただいて、アルファノートさんや、まあそのね、教則本使ってる皆さんには、本当に感謝しますね。ただ、まあそのね、自分のキャパが広がって、まあできることがね、増えて、まあこなせる仕事量も増えてきた反面、このままではあんまり良くないなとも思ってるんですよ。だから誰かに任していかないといけないなっていうことも、やっぱすごく感じた執筆期間だったんですよ。そう、自分で抱える量を増やしても、まあ言って限界があると。そう、キャパが広くなっても絶対そのキャパには限界があるんで、だから自分が本当にやるべきことを絞っていけれるように、今の仕事、自分ができることを、まあ、人にどんどん任せて、やっていけるようにならないといけないなっていうことをやっぱ強く感じましたね、今回の執筆でもね。そう、自分のキャパは増やしつつ、いろんなことにチャレンジをしながら、でも人に任せていけるようになると。これってね、でもすごくね、自分にとっては課題なんですね、実は。まあ僕自身はね、すごく人に典型的に任せられないタイプの人間だと思ってるんですよ、自分でね。すぐにね、やっぱこうイライラしてしまったりとかするし、本当にダメなんですよね。そう、なんか自分でやった方が早いと思ってしまう、本当に典型的ダメなタイプなんですよ。だから人に任せられない状態なんですけど、まあこっからちょっといろいろ変えていかないといけないなと思いますね。だからこれはまあ自分にとっての課題というか、だから森谷ドラムスクールってずっとやってきてるんですけど、もしかしたらこの森谷ドラムスクールっていうのはちょっと名前変わるかもしれないですね、これからね。そう、森谷ドラムスクールってやるとね、僕にドラムを教えてもらいたい人、僕に仕事をしてほしい人がやってくるじゃないですか。で、その名前をちょっと変えて、で自分はちょっと表舞台からちょっと姿をスッと消して、裏方でというかちょっと違う立場に、代表であるけどもちょっとあまり表には出ない立場でやっていきたいなっていうのはちょっと感じてます。まあちょっとこれからね、僕もどういう方向でやっていこうか、また実は試行錯誤中だし、まあこれから明確にこうしたいっていうのが、まあ今はまだそんなに、かっちりと固まってないので、まあ、徐々にね、ちょっと自分の方向性を決めていきつつ、やっていきたいなと思ってます。はい。で、まあ、ある程度ちょっとその本の制作も一段落したんで、まあね、ちょっとここいらでまた YouTube を、まあ、YouTube の動画更新をちゃんとしたりとか、まあ、イベントをなんかやったりとか、なんかね、これからの動きについて、まあ、これからまた別の動きをしていこうかなという感じです。はい。まあでも本当にありがとうございます。もう皆さんがほんまにフレーズレシピとかね、スティックコントロールの本とか、一生懸命頑張ってくれてるおかげで、僕にもまた本作りましょうって言って、その出版社の方も言っていただいて、ね、こう楽しみにしてくれてる皆さんがいるからこそ、僕はこう教則本をね、書けるという、そのね、好きな仕事に、をやらせていただいているような感じなんで、いや本当に感謝します。本当にもうありがとうございます、皆さん。そう。でね、最近のちょっと動きとしてはですね、まあ、京都校がね、まあ、前にちょっとこのネットラジオで、話したかもしれないんですけども、京都校のスタジオがなくなりそうやということで、でも新しいオーナーが、来てくれて、なんとか京都校が生き残った。まあ、僕のね、いつも撮影に使ってる、レッスンスタジオですね。まあ、ここはもう次で借りてる、僕の拠点なんですけど、がなくなりそうやったみたいな感じで。でもまあ、新しいオーナーが見つかって、無事生き残りましたみたいな話をしてたんですけど、
まあ僕、京都校、大阪校とね、京都と大阪でドラムレッスンをしてるんですけど、その大阪校で使ってるスタジオが、急遽ね、閉店することが決まってしまったんですよ。そう。で、まあ、それも本当に急に、8月のね、末で、今月末で、急遽閉店するということで、来月のレッスン、どうすんねみたいな感じなんですけど、まあ、場所がないものは仕方ないんで、まあ、急遽ね、ちょっと場所を探さないといけないということで、そうなんですよ。ちょっと、やばかったんですよ。本当にね、もうこのコロナ禍は、あの、スタジオの場所問題が本当に大変ですよね。そうそう。まあ結構ね、まあ僕が大変っていうよりかは、まあスタジオの経営者の方とかが大変なんですけどね。言ったらね。うん。そう。で、スタジオの場所が、ないということで、パンというね、バンドを組んでる、ドラマーの達也くんっていう人がいるんですけど、まあ達也くん、にちょっとご相談しまして、ちょっといい場所ないみたいな。まあドラムレッスンって、まあ前も言いましたけど、個人練習扱いになるんで、そんな1ヶ月前とか2ヶ月前とかに、その個人練習2名でとかって1時間1000円とかでお貸しさせていただけるところなんてないんですよね、基本はね。個人練習は基本的に当日か、まあ前日予約のみとなるんで、1ヶ月前から2名で、借りてって言っても、その、まあ、1ヶ月前とかから借りるとしたらバンド料金で、借りることになるんで、まあ、安くても2000円とかぐらいだと思います、1時間だから。かなりそのスタジオ代だけですごく高くなってしまうんですね。だからなかなかその、ドラム講師の方というか、まあ、音楽講師の方はそれレッスン場所を確保するのにやはり苦労するんですね。こう、まあ、特に増えてきたらなんですけど、そうで、まあ、ある程度そのスタジオさんとの信頼関係をもとにまあ、ある程度、スタジオさんとの信頼関係をもとに、事前予約をさせていただいたりとかね、っていうことが、できるようになるんですけど、まあ、ね、その、まあ、いつも使ってる、その、ね、事前予約させていただいてたレッスン車場が、まあ、急に使えへんくなるということで、まあ、新しくそうやって、また、同じように使わせてもらえるスタジオを探さないといけないということで、そう。で、まあ、パンのね、達也くんに、なんかいいとこないみたいな感じで、ちょっと、ご相談してましたら、まあ、その、達也くんが使ってるスタジオを、に、相談、ご紹介しますよ、みたいな、言っていただいて。で、それで、昨日かな、昨日火曜日に、オーナーさんと打ち合わせさせていただいて、会わせていただいて。で、ありがたいことに、なんか僕のことを知ってくれてたんですよ。その、YouTube で配信してたりとか、してるってことを、まあ、知ってくれてて、で、まあ、ね、僕がそのスタジオを使うっていうことも、快諾してくれましてですね。まあ、なんとか、その、ね、大阪で、こう、レッスンが無事引き続きできるという、まあ、場所が変わってしまうということにね、この生徒さんには、まあ、迷惑をかけてしまうことになるんですけど、まあ、なんとかこう、レッスンをね、引き続きできるようになるというね、もう本当に、本当にね、大変ですよね。もうこのコロナ禍は。いや、でもね、本当に僕はね、生徒さんに恵まれてるなと思いますね。そう。で、ね、大阪でレッスンできなくなったら、京都まで行きますって言ってくれる方までいらっしゃったりとか、そうなんですよ。だから、ね、その、まあ、できるだけその生徒さんに迷惑のかからないような形で、やりたいなと思ってますし、またね、今年本当は5月にやろうと思ってたんですけど、ね、発表会も、来年こそはやりたいなと思ってますね。この、大阪校、京都校、まあ、それぞれ、大阪京都で発表会を今回は 2days でやる予定だったんですけど、まあコロナでね、亡くなってしまったということなんですけども、まあこれも来年に向けてちょっといろいろとやっていきたいなと思ってますということで、ただの久しぶりの報告の放送となってしまったんですけど、まあこれからね、ちょっと動画をまあいろいろアップしたりとか、まあなんかちょっとまた思いついたらこうやって、ネットラジオ的なことで放送したりとかしてみます。この放送がもう何回目かわからないんですけど、これね、でも結構よく聞いてますって言われるんですよ。恥ずかしいなと思って。だから、はい、続けていきますね。これからも。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。